Sprawa. Witam Was na razie w takim małym filmiku informacyjnym. Przez swoją głupotę usunąłem dwa odcinki, które miały pokazywać, co się wydarzyło przed tymi odcinkami, co teraz ja właśnie wrzucam. Jak to się stało? No, po prostu ja zapomniałem, że te odcinki nie były podane konwertowi. I sobie przypomniałem po usunięciu tych dwóch plików. Niestety ja to usuwałem poprzez program Action. A ten program Action na to wygląda, że on usuwa całkowicie te pliki. Trwale, bez żadnego wpisu do systemu, więc niestety nie mam szans odzyskania tych dwóch filmików. Oczywiście spokojnie, cieszy mnie to, że w Yakuza Zero jest możliwość, znaczy chyba w każdej Yakuzie jest możliwość obejrzenia cutscenek osobno. Także więc ja tutaj będę wam rzucał dwa, znaczy w tym filmiku wam rzucę teraz te cutscenki, które powiedzą nam trochę o dalszych przygodach naszych bohaterów, mianowicie chyba Kiryu i Majima. Oje, w Majimie był ten... W Majimie był filmik jakiś w fabule. Niedługo się przekonamy. Także więc, no cóż, ja tutaj będę się z wami żegnał. Po prostu wyłączę mikrofon, nagram to, co jest i będziecie widzieć się dopiero w kolejnym odcinku. Co do dalszych przygód Yakuza, to na pewno będę je nagrywał spokojnie. Po prostu mam małego doła, że taką głupotę zrobiłem, no ale jak człowiek nie pamięta, tak to jest. Także więc, no cóż, życzę wam miłego oglądania tych cutscenek. Także więc, no cóż, widzimy się w jakiejś kolejnej sesji. Postaram się jeszcze w tym tygodniu ponagrywać, ale jak to bywa z moim szczęściem, to ciężko to idzie. Niestety, tamten tydzień myślałem, że dużo ponagrywam, ale dupa wyszła blada, jak to bywa. Także więc, no cóż, żegnam się tutaj z wami, na razie, cześć!桐生は橘を渡さねえって腹です。堂島の親父につなぎ、親父、阿波野です。例の件ですが、やっぱり桐生は始末します。 やつは立花おりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。ええ、ええ、では構いませんよね。久世の兄貴、わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。 この一件をお前の仕切りだ。俺は引っ張り筋道通してやってるつもりですよ。それについて風間組にもご理解いただけますよね。柏木さん、どういう意味でしょう。元はといえ桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でその書き島すんのに風間組にはとくにこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか。いえ、 おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうよ。そうだな。お前ら桐生を探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さない。 生け捕りにして俺の前に出すな。
つくづくてめえは楽しましてくれるぜ。今俺をここで殺せなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は国道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が国道になることを許さなかった。ああ本物の国道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地、最後まで貫かせてもらう。キリュウ、てめえ、あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな、キリュウ、やっぱクゼナ兄はしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよ。ああ、昨夜はなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらなそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜ、キリア。何を言ってるんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待て、キリア。俺はおめえに感謝してんだよ。感謝。風間の頭にクゼの兄貴、俺にとっちゃ目の上のタンコブだった二人を
追い脅すきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はな、キリュウ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ってる。どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。脅しってのはそれだけか。おめえ、てめえ話にならねえわ。おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前には100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺は仕事に抜かりねえんだな。さあどうする、キリュウ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろ、俺は行く。何、あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ、俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ、あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリュウってね。なら撃たれる方がまだマシだ。通用しねえってことかい。キリュウ、二色、早く乗れ。組の者に見られたらまずい。だがいいから。頭下げて隠れてろ。阿波野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか、俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ城を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ。とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが、時間は稼げるだろう。
着いたぞ、キリュウ。錦、ここはどうなんだ。さあな、適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ、まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃたちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん。キリュウ、お前、組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんま、できるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ、キリュウ。組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやっさんもな。けどせめて、おめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。
なんだよ、こっちみんな忍者ねえよ、キリュウ頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ、そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした、しっかり狙えよ、まだ死んでねえぞ。撃てねえよ、撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ、国道として。俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。ほら、おめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端で意味がねえんだよ。俺だって同じさ、キリュウ。お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせに、マジでダセえよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。キリア、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。え、俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだってキリュウ、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのか、この目で確かめてやる。キリュウ。ニシキ、まず俺からけじめつけさせてくれ。お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。大阪蒼天堀の夜を彩るキャバレーグランドの支配人真島五郎、そのきらびやかな表の顔とは裏腹に、真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつて神室町の極道だった真島は、親の意向に逆らったことで組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村誠。
しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。ここは？ええから入れ。倉庫や古いソファやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か？それは。お前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か？知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見え女とは知らされんかったけど、お前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前一体何者なんや？コウモリの入れ墨いうのは何や？なんでそいつを探っとった？いや、リーさんは、リーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者か分からんが、撃たれる時ちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に？用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。